こんにちは、空奈美です。今日はね、見て通りの、曇天でございます。はい、まあ、久しぶりにね、ベランダ、商品レビューをさせていただこうかなというふうに思います。まあ、今日ご案内する商品はですね、まあ、基本的にはセルカボ、まあ、自撮り棒というような商品になるかと思うんですけども、 AGP テックセルカボという商品になります。まあ、商品としてはね、こちらの、商品になりますね。はい。まあ、この商品、基本的には、まあ、自撮り棒として使う方の方が多分多いと思うんですけど、まあ、空並みはですね、あまりこうやって、自分撮るって、正直あまりないんで、携帯でね、ちょっと紹介しづらいなっていうところもあるので、まあ、普段、空並みがですね、こういったような商品を、置き撮りを、まあ、YouTuber の方とかね、元ブロガーの方とか、置き撮りってされると思うんですよ。うん、まあ、どっかこう地面とかにカメラを設置して、まあ、走行しているところを撮るとかね。まあ、もしくは、それなりによくやるんですけど、まあ、地面に置いて、まあ、走る前とかにね、その場所をこうご案内するとかね。まあ、そういうような、用途で、それなりも使っているので、まあ、一応視点的にはですね、そちらの視点で、ご紹介をさせていただこうかなというふうに思っております。もともとですね、皆さんはこう何ですかね、置き撮りには何を使ってますか。まあ、例えば今空波が、こう撮ってるね、の映してるカメラはこういう三脚で、映しておるわけなんですけれども、こういう三脚って結局一番ね、安定性はいいんですよ。うん、安定性はいいんですけど、やっぱり大きな問題として、かさばる。はい、かさばってしまうんですね。うん、でやっぱりバイクで移動するということになりますと、かさばるというデメリットというのは非常に、大きくてですね、まあ、そこをなんとか、小さくしたいというふうに皆さん思われるんじゃないかなというふうに思うんですね。はい。で、まあ、今、空波が現在、使っている商品からご紹介させていただきたいんですけれども、はい。まずね、一番初めに、これは今でもよく使ってるんですけど、うん、こういう商品があります。これはグリップのようにこうなってるんですね。まあ、どうやって使うかと、申しますと、ここにこうカメラを、うん、でこういう感じでね、こういう感じで、撮影をね、するわけです。で、置き撮りの時には、これをね、こう開くと、うん、三脚になるわけですね。で、ここをこう起こすというふうにすると、こういう感じでね、はい、立つわけですね。うん。で、これ非常にね、使いやすい。で、特に食レポとか、まあ普通の一般の、まあ、空波で言うとダースの撮影とか、まあ下からちょっとローアングルになっちゃうんですけど、これ角度が変わりますので、こういう感じでね、できますので、ちょっとアングルは低くなっちゃうんですけど、まあ撮れます。はい。で、非常にコンパクトで、軽量なので、すごく重宝してますね。はい。まあ、ただやっぱり低めからのアングルしかこれだと撮れないので、まあ、そこが、この商品のネックになります。はい。次にですね、どうしても、ローアングル以外で撮りたいという場面が出てきます。はい。そういう場面を撮るために、この要するに自撮り棒ですね、はい、モノポットと言われているものですね。そのこの商品だとこのままだと立たないじゃないですか。これもちろん伸びますんでね。はい。伸びていきます。あまり伸ばすと映んなくなっちゃうかな。このくらいにしとこうか。はい。ただこれだと立たないですよね。はい。で、このモノポットとか自撮り棒に、はですね、この後ろの、このエンドの部分にね、三脚穴が掘ってある商品があるんですよ。うん。まあ、そこに目をつけまして、こういうね、ミニ三脚。ミニ三脚をこう、こうお尻の部分につけてですね、まあ、それでこうやって、立てて撮るということをね、やってたんですよ。うん、ただね、これね、簡単にこけます。はい。特に風、強風、三重県はね、風が強いんですね。うん、で風で煽られると簡単に、倒れてしまうんですね。でカメラを、痛めてしまうということを経験しました。はい。でこれはボツになりまして、で結局ですね、こういうちょっと、ちっちゃめの頑丈な、三脚ですね。はい。こんな感じでね、使えます。でこれだとやっぱり相当しっかり、地面にも
固定ができますし、で多少の風が吹いてもね、やっぱり倒れないです。で、まあ、ローアングルから、比較的高いアングル、もっと高くなりますけど、までもうカバーできるので、で、まあ、分解ができますのでね、非常に、まあ、コンパクトにはなりますので、まあ、これがあるとですね、大体置き取り、等は、できちゃいます。もちろんですね、こう普段こう持ち歩いて撮影するときも、こういった感じのグリップとして使えますし、まあ、先ほどの話じゃないですけど、伸ばしていただいてね、こうしていただくとね、こう、自撮り棒、セルカ棒としてね、もう使えます。そしてもう一つね、紹介したいのが、こちら、これね、GoPro の純正部品で同じようなものがあると思うんですけども、これもこう、自撮りをね、できるものです。で、これに関しては、非常にこう、アングルが自由に変わるので、なんですかね、棒をうまく映さないようにしたりとかですね、比較的こう、ローアングルを撮ってみたりとか、非常にですね、使い方が、自由になります。で、これはやっぱりね、完全に GoPro の、パクリじゃねえかと思うんですけど、このエンドの部分もね、GoPro のマウントにもなりますし、三脚の、マウントも交換ができるので、これはね、非常に、使いやすいです。えつみさんの商品なんですけども、はい。これもね、ただこれだと、持ち歩いて撮るときにはいいんだけど、自立しないじゃないかと思われるでしょう。GoPro の純正の、このポットもそうなんですけど、このエンドの部分を、こう回してもらうと、これが出てくるんですよ。で、これをが足になるんで、これを反対向きにね、こうつけてもらうと、まあ、一応ね、自立ができます。ただこれに関してはね、やっぱり上の方に、重たい、ものをつけると倒れます。はい、これは実証済みで、つけるとしたら、まあこの低いところ、これ外してね、でそこにカメラをつけて、使っていただく形になるんですけど、そう考えるとやっぱりこの辺着脱するっていう作業がめんどくさいんですよね。めんどくさい。で本当にね、なかなかね、この辺っていうのはいい商品が、ないんですね。はい、そこでですね、今回提供していただきました、GP テックセルカボが、まあ、こちらになります。はい、まあ、これセルカ棒としてはですね、まあ、Bluetooth のスイッチもついてるんですよ。で、今ちょっと1枚撮ってみましょうか。じゃあね、セルカ棒として、使ってみたいと思います。ちょっとね、カメラが、僕の、カメラは、こう、ケースが付いちゃってるんで、なんていうの、この、表面の方のカメラを使いますんでね、あまり綺麗に撮れないかもしれませんけど、はい。はい。こういう感じでね、この Bluetooth で、この動画、静止画等のね、シャッターのコントロールが、できるので、まあ、自撮りはすごくやりやすいんじゃないかなというふうに思います。まあ、作りもですね、アルミでできてますので、非常にしっかりしてて、なんていうのかな、こう、高級感がありますね。はい。で、これ GoPro のマウントもついてます、ちゃんと。ですので、GoPro をお使いの、皆様も、ご心配いりません。はい。で、当然ね、こういう形で、持って撮るようにも使えますし、セルカ棒と、自撮り棒としてもね、使えます。そしてですね、この、セルカ棒の、まあ、最大の、まあ、ソラナミが最大の特徴だと思ってるのは、この部分、下の、足の部分なんです。これがね、すごく、重量感のあるね、アルミ、しっかりしたね、アルミで、できてるものになるんですけど、これがね、すごく素晴らしいんですね。安定感抜群なんですよ。うん。で、ここの上に、これを、つけられます。はい。で、ここの上にこのカメラをね、設置していくわけですけども、はい、こんな感じですね。はい。これね、すごくいいです。実際使ってみたんですけど、少々の強風ではですね、こういう低い状態であれば倒れないですね。うん。で、高さが足りないという場合は、もちろん高くもできます。まあ、ちょっと今最大高さまでやってみますけど。はい、こんな高さまで、なります。はい。
まあ、この高さにしちゃうと多分やっぱりちょっと不安定さがあるので風とかに煽られてしまうと倒れてしまうということはあるかもしれませんけれども、まあ、どうしても必要な時はねこの高さまで上がりますし、まあ、一般的に言うとですね、このぐらいの高さ、までは、安定性が十分です。で強風の時なんかは、まあ、やっぱり一段ぐらいですね。はい、この辺りまでに、してもらうと、まあ、倒れることはあまりないかなというくらいの、ずっしりした、安定性があります。まあ、これやっぱり、まあ、先ほどのね、この3ポットに比べると、このポットとかって足が結局プラスチックなんですよ。あの、ふにゃふにゃの。うん、やっぱりこれだとどうしても安定しない。うん、でこういうね、しっかりとした、金属製の、ある程度重みがある足であるとね、まあ、これなんかは特にそうなんですけど、こういうやつだともう、うん、非常にどっしりと安定がしますね。はい、でこれしかもさらにですね、その結局は、うん、先ほどこれはね2つに分かれるということで、うん、便利ですねというようなお話をさせていただいたんですけど、結局セルカ棒として使う時のこの上の部分とその三脚として使う場合に使うこの下の部分が独立して分かれるということがすごくメリット大です。はい、で実際どのくらいの大きさの違いが出てくるかというのを比較してみたいんですけども、こちらの AGP テックさんの商品だとこれですね。で先ほどの今まで空波が使っているモノポットとミニのセットだとこれになります。でこれね、大した差はないじゃないかと思うかもしれないですけど、これね、えらい違いです。はい。この、太さ、はい。これがまあ、もともと僕のバイクそうなんですけど、収納とかが少ないバイク、特に、ハーレーの XR1200 のようなものに入れて走るときは、まるっきり、これ意味合いが違います。こっちだと、ハーレーの前の部分の、ツールボックスにも入れますんで、非常に助かります。ということでですね、今日は置き取り用の、まあ、モノポット、まあ、セルカ棒なんですけど、まあ、こちらのね、ご紹介をさせていただきました。マンバテックさんの、AGP テックセルカ棒という商品になります。まあ、価格的にはね、確か3000円後半、4000弱ぐらいだったかと思うんですけど、すいません。また金額はで、ね、詳しくは、説明欄の方にね、載せさせていただきますので、もしよ、ご興味ある方はね、一度、検討して、見ていただいたらいいかと思います。はい、今日はね、AGP テックセルカ棒のご紹介をさせていただきました。はい、どうもありがとうございました。